ここは、イエンシット様のところに戻ったのか？何か違うな。王様！これが王様を苦しめてるのか。だったら、あっ！それは、キーブレード？君は誰の弟子なんだい？僕は魔法使いの弟子をしてるミッキー。弟子？ここは王様がまだ修行時代にいた世界？じゃあ、この世界も今は眠りに？どうしたんだい？あ、いや、俺はソラ。誰の弟子？それより、王様、じゃなかった。ミキ、どうすれば君を助けられる？いや、それがダメなんだ。楽譜の中に魔物が取り付いて、魔物から漏れ出した闇が、楽譜へ入るのを防いで、闇を払うには、音の力が必要なんだ。前に逃がしたあいつが原因か。音の力は、どうやって手に入れればいいんだ？え？君が言ってくれるのかい？任せてよ。ありがとう。ミッキーを助けるなんて滅多にできないしな。え？何か言ったかい？ううん、こっちのこと。それよりも、音の力のことを教えて。うん。この楽譜の中で闇を払う音の力を手に入れられるはずなんだ。でも気をつけて。この楽譜の中にもさっきのほどは強くないけど魔物が取り付いてるから。わかった。随分と深い眠りに落ちてきたな。お前はあの時の。ここは美しい世界だ。まるで夢のようだな。どうして俺につきまとうんだ。気づいていないのか。これがまだ試験だと思っているのか。俺も夢の一部だと思っていたが、やはり聞いていた通り気楽なやつだ。なんだと。だがそれももうすぐ終わる。お前たちは何なんだよ。眠りの先で待っている。おい、どういうことなんだ。どうして？音の力が足りないのかな？大丈夫。俺の力が足らないときは、離れてる友達が助けてくれるんだ。
すごい。音が合わさることで音楽となって力強くなるんだね。そうだ、リクと俺が力を合わせればきっと。よし、これであいつのところに行けるんだよな。でも大丈夫。じゃ、行ってくる。ありがとう、ソラ。君のおかげで助かったよ。そうだ、水汲みの途中だった。急がないと叱られる。また会おう、ソラ。うん、必ず。イエンシッド様、彼は大丈夫でしょうか。かなり無理やりではあるが、今大いなる魔法使いと妖精たちに時の流れの違う場所で取り急ぎ使えるくらいまでにはしてもらっている。あとは本人の思いの強さと体力次第だろう。そうですか。それと空と陸の方は？仮にゼアノートがこちらの動きに感づいていたとしても、デスティニーアイランドが闇に飲まれたあの時あの場所にいなければ、どんな力を持っていようが空と陸には近寄れないはずだな。ゼアノートがそこまで読んで行動していた可能性もあるんですか？さすがにそこまでは不可能であろう。空と陸のように時間を超えて見てきたのかな。時を超えるにはその時代その場所に自分がいる必要がある。ゼアノートが肉体を自由に行き来させる術は持たぬであろう。あ、そんな、まさか。ゼアノートは肉体を自ら失い、その後向かった先でリクの肉体を乗っ取った。なんということだ。まさかこれまでの全てが計算されたことだというのか。僕が彼らを助けに行ってもいいでしょうか。しかし夢の世界に入ることはできない。どこに向かうというのだ。全てゼアノートの計画のうちなら最後まで夢の世界にはいないでしょう。きっとどこかこちら側の世界に現れるはずです。そしてその場所は限られる。あとは心のつながりをたどって、かつてマスターアクアに教わったことです。おさま、僕たちも。ありがとう。でも僕一人で行くことにするよ。今回はこれまでと違う、かなり危険な戦いになる。もしも空やリク、僕に何かがあった時に
君たちしかこの世界を守れないんだ。おい、空の気配を感じることはできないが、かすかに陸の気配は狭間の世界に感じる。あとは心のままに進むのだ。わかりました。必ず二人を無事に連れて帰ります。ここはイエンシッド様のところに戻ったのか？何か違うな。王様！これが王様を苦しめてるのか。だったら、あっ！